ジョギ・ジョゼフ・レスター・パウエル・ジュニアは、ジミー・カーター政権時のアメリカ合衆国ホワイトハウス、報道官、退任後、PR 会社を経営した。ジョージア修行ディールに生まれ、カーターの故郷プレインズから35マイル東にある、ビエンナの農家で育つ。1961年、空軍士官学校に入学したが、3年後に、歴史の試験で不正を行い退学処分を受ける。 1966年、ジョージア州立大学の学士課程を卒業後、エモリー大学で政治学の博士課程に進み、修了前に学内規定により MA を得る。在学中の1969年、カーターのジョージア州知事選の選挙運動に参加、運転手や雑用係として、州内の様々な遊説先へ同行した。カーターの親友となり、 事実上の秘書役を務めていたが、結果的にエモリー大学を研究途上で辞め、カーターのためにフルタイムで働くことにした。1976年、カーターにとって初の大統領選の選挙運動では、パウエルが道端からでも公衆電話で報道陣に連絡を取り、運動の成果が着実に出ているのを確かめたことが知られている。雑誌タイムは、 カーターが当選すればパウエルは、顧問と報道官の2役をこなすことになるだろうとの見立てを報じた。選挙後にパウエルは、国政経験がないにもかかわらず、州知事時代からカーターを支え政権交換についた、副信羅、ジョージアマフィアの一員とみなされた。1977年、タイム病死の風刺画に、パウエルと大統領首席補佐官ハミルトン・ジョーダンが登場。 ローリングストーンの表紙にも描かれ、カーターの狂った子供と呼ばれた。パウエルは1981年にホワイトハウス報道官を退任。カーターの大統領人気すべてを報道官として支えた。1985年、カイコロクザー・ザー・サイド・オブ・ザ・ストーリーを出版。この中で1979年にカーターがボート乗船中、必死にボートによじ登ろうとする。 沼地ウサギに出くわしたウサギ事件についてパウエル自身が AP 通信にリークしたと明らかにした。1990年、PBS のドキュメンタリーシリーズザ・シビル・ウォーに出演し、独特な声を活かして南軍人、特にストーンウォール、ジャクソンやジョンビー・ゴードンを演じた。1981年、 ナンシー・レーガン大統領夫人の報道官を務めたシーラ・テイトと共同で PR 会社パウエル・タテをワシントン DC に設立。パウエルは亡くなるまで同社の最高経営責任者を務めた。また、特殊作戦兵士基金の諮問委員会のメンバーでもあった。2009年9月14日、メリーランド州イースタン、ショアの自宅で心筋拘束のため死去。 パウエルとハミルトン・ジョーダン、ありがとうございます。